こんにちは。男性経営者専門イメージコンサルタントの牧です。今日はだんだん暑くなってきましたので、クールビズスタイルというのは一体何をどうしたらいいのか、クールビズのシャツ、ネクタイとかはどういったものを選んだらいいのかということについてお伝えしていきたいと思います。そもそも経営者にクールビズは必要かという話になってくると思いますが、私個人の考えでは、まあ、あまり必要ではないと思っています。ただ業界ですとか業種ですね、例えば製造業であって、まあ、常に現場を見て回らなければならないであるとか、そういった場合はですね、もうスーツ着てネクタイ締めてなんてことは社内でやってられませんから、半袖シャツに、まあ、ズボンでっていうスタイルも、まあ、致し方ないかなと思いますけれども、経営者の人は外を長距離歩くですとか、またはその電車に揺られるっていうことはほぼないと思うんですね。大体お車で移動される、まあ、タクシーが多いかなと思いますので、まあ、そういったことを考えますと、会社の代表として外に出られる時にクールビズは必要ないという基本的な考え方に基づいてお話をしていきたいと思います。あくまでもこれ私の主見です。はい、ということで早速始めてまいりたいと思います。まあ、クールビズというのはカジュアルダウンの方法なんですね。でどのようにカジュアルダウンをしていくのかということをやっぱり順番に考えていかなければならないと思うんですね。そうしますと、まずはスーツスタイルからまずネクタイを涼しげな素材にするっていうのが、まあ一つあるかなと思います。ネクタイをですね、シルクのネクタイから涼しげなニットタイに変えていただくというのがあると思います。ニットタイ、こういうのです。わかりますかね、ちょっと透け感のある、普段されていらっしゃるこのシルクタイからこのニットタイに変えていただくだけでも、随分涼しげな印象になるかなというふうに思っています。その時にですね、注意していただきたいのは、ニットタイというのはだいたい剣先、先っぽですね、先っぽがこういうふうに四角にちょん切れているものが多いと思うんですね。こういう形になっているものが多いんですけど、やはりきちんと感を出したいときにはですね、剣先がきちんと普通のタイのように三角形になっているもの、こういったものを選んでいただくといいかなというふうに思います。これで普通のニットタイよりも随分きちんと感が出ると思いますので、こうした剣先のあるニットタイにまずは変えていただくというのが、まあ、一つ目だと思います。2つ目は何かと言いますと、まずはネクタイを涼しげな素材に変えていただいて、まあ、それでも暑いとなったら多分ネクタイ外しますよね。でその時にネクタイを外してもかっこいいシャツの形というのがあるので、それをご紹介していきたいと思います。さあ、クールビズに向くシャツの襟の形っていうのは、ホリゾンタルとかカッタウェイとか言われるシャツですね。これは正面から見ますと襟の開きがこう180度ぐらい、もしくはもうちょっと切り上がっているようなシャツの襟の形をこう選んでいただくと、第一ボタンを外した時など、まあ、非常にですね、小さくって、まあ、高さもなくって、随分涼しげな印象を与えることができると思いますので、ネクタイをしない場合にはホリゾンタルとかカッタウェイといったシャツの襟の形を選んでいただくとよろしいかと思います。こんな感じです。まあ、横から見てもあまり高さもありませんので結構すっきり見えるかなと思います。さあ、上着を着てみますと、このように襟先がきちんと上着の襟の中にしっかりと収まっていますので、きちんとした印象を与えることができます。これがもしボタンダウンのシャツだったりしますと、ここにもう少し高さが出てきますので、圧迫感といいますか、すっきり感がなくなるかなというふうに思います。のでやはり襟の高さの低いもの、そして襟が横に広がっているものを選ぶということが涼しく見えるポイントだと思いますので、ですからホリゾンタルとかカッタウェイといった襟の広いシャツを選んでいただくのがポイントだと思います。ネクタイを外してボタンを外してもですね、やはり暑いということになりますと、まあ、素材を変えるということになってくるかなと思います。それはどういったものかというと、ニット素材のシャツですね。涼しげな織り方であったりとか、涼しげな素材を使ったシャツというものがありますので、そういったものをご利用になるのも一つの手だと思います。例えばですね、クールマックスっていうような
表示がしてあるシャツでありますとか、例えばドレスシャツの形をして素材だけが涼しげなものというものが売っていますので、これこんな感じですね。上着の下に着ていただく、もしくは脱いだ時も綿100のシャツよりは少し涼しげに着ていただけるというようなものがありますので、素材を変えていただくという手があります。まあ、こういった涼しげな素材というものはですね、かなりカジュアルな印象になってきますので、まあ、車内にいる時ですとか、例えば上着を脱がないよという時であればいいと思いますが、外で会社の代表としてどなたかにお会いになる時には避けていただいた方がいいと思います。もう本当に暑くてどうしようもないような日にはですね、まあ、半袖シャツも致し方ないかなと思うんですが、私個人的な意見としては経営者の方は半袖シャツは着ないでいただきたいと思っています。半袖シャツを着たらネクタイはしないっていうこと、外国人から見てものすごく滑稽に見えるのは、日本人が半袖シャツを着てネクタイをしていることがすごくへんてこに見えるらしいので、それは避けていただきたいなと思います。半袖シャツを着るならネクタイをしない。さあ、クールビズの大切なポイントの一つとしては、ドレスシャツからこのアンダーウェアが透けて見えないということが非常に重要です。先日お会いした社長さんは黒い T シャツを着ていて、まあ、透けないっておっしゃってたんですけど、やっぱり透けてまして、はい、で白いシャツのアンダーに白いシャツはもちろん透けます。あとはですね、このボタンを一つ開けた時にここからですねアンダーウェアが覗いてるのも格好が良くないということになります。じゃあ何着たらいいのかということですが、このベージュのシャツを着てください。ベージュのシャツ、これはですねおすすめブランドはシークっていう SEEK っていうブランドがあるんですけど、まあ、1枚3000円以上しますので、そんなに高いお金を出さなくても、今はユニクロからエアリズムの涼しいですね、このベージュの下着が出てますので、ぜひこの V のベージュの下着を着てください。白いシャツを着ても全く透けません。やはりシャツを透けさせないっていうのがかっこいいっていうことをぜひ覚えていただきたいと思います。今やできる男はみんなこのベージュの下着を着ていますので、ぜひこれをお買い求めください。どうしてもベージュの下着がラクダのシャツみたいで嫌だっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、まあそういった方にはですね、これのグレー版もありますので、せめてグレーのシャツを着ていただきたいと思います。まあ、デートの時どうするんだっていうね、そういう質問もありますけど、今やできる男はみんなこれを着てるんで知らないのぐらいに言っていただければと思います。さあ、ということでクールビズ一体何をどうしたらいいのかということでお伝えしてきました。これで上着を脱いでもですねシャツ姿がかっこいいので、素敵なクールビズ姿になるかなというふうに思います。さあ、このチャンネルでは男性経営者に特化したスーツの着こなしやそれにまつわる小物選びなどお伝えしていきたいと思います。もし今日のお話が面白かったよとか役に立ったよということであれば、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今日はここまでです。それではまた。お疲れ様でした。